うちの姉が仕事できない人なので、うん、あんまり物買ったりとかできないんですよ、うん、はい、なんかあれですか、さっきの車にシール貼ってた、あ、はい、あの昔交通事故で腰やっちゃってて、はい、でついついて歩いてるんですね。あ、そうなんですね。で、あんまり長い時間立ってられないとかそんな感じなので。近くに住まれてるんですか？そうですね、うん、車で10分くらいですかね、うん、タブレット持ってないですか？あれですか、うん、ないです。で、まあ、でもそういう方にこそ多分中華の安いタブレットがちょうどいいんですよ。いいですね。とか、まあ、Amazon Fire Down とかもありますし、ね、あ、仕事もできないし、はいはい、結構家にこもるって言ったらあれですけど、うん、ことが多いので、まあ、ゲームをいろいろやってるのはやってるんですけど、はい、画面が小さいっつってお一人で持ってるんで。スマホでやってるんですか？スマホでやってますね。あれですか、普通に歩けない以外を普通ですか？そうですね、うん、あと、まあ、あと何年、何年前か、3年ぐらい前に癌になってるんですよ。まあ、それは、まあ、手術して取っ払っちゃってるって、はい、で、丸3年経ってて、病院の先生は、ほぼほぼもう大丈夫じゃないかなと言ってくれてるので、そこまで心配はしてないんですけど。多分、じゃあ、お姉さん、YouTuber とか。鳴らしますか。で、旭川にいて、その姉のサポートをしたりとか、はいはい、してるのでフリーハウスに行けない感じですかね。あ、まあ大変ですよね。それがだから、はい、もうすげえすげえ来てえわって思いながら見てましたもん。でもそういう方こそ僕を YouTube とかブログとかすごいおすすめはしたいですね。趣味がてら、もう結局僕も趣味の延長ですかね、ブログとか。ちょっと頑張って、はい、リサイクルショップとか行って、姉、着物とかすごい好きで、はいはいはい、なんかそういうリサイクルショップですごい掘り出し物を見つけるのが結構あるんですね、はい、そういうのをメルカリでちょっと高く売ったりとか、そんなんでお小遣いを稼いでます。あ、そうなんですね。多分ね、メルカリでやるよりは YouTube の方が全然儲かる。儲かる感じですか？で、YouTube って普通にこうやって動かなくていいんで、はい、で結構その誰に需要があるんだろうっていう動画を上げてる人でも案外再生というか動画1本1000くらいいけば結構いいんですよ、うんうんうん、1000ってどうです？なんかイメージ少ないみたいな。いや、そんな多くないですよね。いいよなと思う。あの、まあ、いろいろ見てて、はい、再生数見えるじゃないですか、はい、でも1000くらいだと、まあ、全然少ねえなって思うじゃないですか、はい、1000あれば多分毎日1本1000の動画上げてれば、はい、月1万くらいはまあ多分いくかなって、ざっくりですけど、はいはいはい、うん、だからコンスタントに、でも1回上げた動画ってずっと残るんで、はい、例えば毎日毎日上げてれば1年前に上げた動画がボンって伸びたら週にもボンって、はい、なるよね。もう地味に、あの最近和弘さん知ったの 2ヶ月ぐらい前かな、はい、2ヶ月か3ヶ月ぐらい前なんですけど、はいはい、もう最近、和弘さんのもう1年以上前とか見て、ぶって、グッドボタンを押します。ありがたいです。やっぱりその、昔の動画が検索でヒットされるってことも あったりするんで、案外 YouTube っておすすめですね。で、YouTube すごいのが、普通のなんか仕事っていろんな中間が挟んでるんですけど、はい、YouTube の場合、間に Google 一社しかないんですよ。うんうん、マージンが無駄に取られすぎないんですよね。うんうん、はいはい、広告代理店、Google、僕みたいな、はい、だから、案外稼ぎ率がいいっていう、うん、利率はいい、利率はいいですよね。何やらすかな。別に何でも僕がなんかいいなってよく思うのが、はい、まあ、定期的に本当に普通に日々の日記みたいな、はいはいはい、固定客がいる日記っていうのが案外好きで、最近この人見てるんですよ。ピロヤン50歳無職の日常っていうのがあるんですよ。もう適当に。ピロヤンです。今日は3年ほど前、今日までアルバイトもせずに、ずっと貯金を切り崩して生活してます。ご飯なかったわ。今日は大盛りです。え、これ何分やったっけ？そんな、まあ、YouTube らしいというか、昔、懐かしいみたいな、動画の編集とかってどうなんですか？これは本当に撮影して
カットしてるだけなんですよ、うんうん、でこの人まだ始めて間もないんですけど50歳で無職で日常を投稿していた人が過去に多分いなくてそれだけでちょっと今バズってるんですよそうなんだ、はい、多分こういう動画上げてる人って他にも多分いると思うんですけどそんな毎日コンサートに上げてる人はいなくてその人は3ヶ月前からスタートしてて僕最初から見てるんですよ多分結構最初の方からこの人見つけて、うんこれどうなるんだろうと思ったら結構メキメキと伸びてきて嘘だろうってほら1万再生とか本当だ1万くらい本当結構いってるんですよ最近いやなんかでも味ありますよね味もありますよね動画見てると分かるんですけど決してすごい人ではなくどっちかっていうとクズに近いどちらかですよ高校より的には物の片付けもできなくてアイドルが好きでハゲててイケメンじゃなくて金持ちでもないけど、まあ、人間的にはなんかすごい優しい、いい人みたいな。ほっこりする感じ。ほっこりするみたいな。見守りたいみたいな。で、ついつい毎日見ちゃうみたいな。明日からも僕を見てるかもしれない。なんか見ちゃうんですよね。特に何もないんだろうな、みたいな。動画を見ても何も得られることはないんだろうと思いながら毎回見ちゃうみたいな。へぇー。こういうのも需要があるというか、ただおそらく僕、この人はずーっとこれが永遠と続くとは思えないんで、多分どんどん下がってきて、うん、平均多分3000再生、もしくは1000再生くらいで、まあ就職していくんじゃないかなって僕は思ってるんです。もしかしたらもっと上かもしれませんし。ただそうなったとしても、案外お小遣いとしては十分なるなみたいな。こういうのって全然いいと思うんですね、僕は。そんな難しくない。先輩だったら。でスマホだと、これ、キュートカットっていうのがあるんですよ。はい、これが、個人的に、すごいいいな使いやすい感じです。はい。パソコンの編集ソフトと似てるんで、いろいろ、なんかエフェクトとか、切り替え、かっこよくすると、ちょっとこれだとめんどくさい。パソコンがもうピュ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 って、できるんですけど、このさっきの、この YouTube、の人だったら、ここスマホのレベルで。結局、動画編集凝っても、見られないものは見られないし、あんまり重要じゃないんですよ。あの割合で言うと、動画の内容の方が重要で、じゃあこれ今のは動画の内容いいのかって言われると、まあ、隙間産業なんですよ。結局、これをやる人がいなかった。50歳無職で日常を公開してる方が今までいなかったから、たまたま第一人者。ヒカキみたいな、はい、最初にやったから、はい、だから検索してちょっと検索してみますか50歳無職この人しか出てこないですよさっきのおじさんとかテレビのドキュメンタリーの天才とか、はい、哀愁漂うのもそうですねまあでも やってみてなんかいろんなの、はい、いろんなのやるんですよ適当な日常でたまにいつもは100再生なのになぜかこれだけ1000再生いったっていうことは、はい、それが需要があるっていうことなんでんじゃあその伸びたやつに関連したのを上げておくとまあ、コンスタントにっていう感じです。なんで着物にやるんですまあでもゲーム好きならゲームでもいいと思いますけど。まあゲーム実況は正直きついですけどね。競争が多いんで。あと、競争多いのはペットとかじゃないですか。うん、うちの姉のとこも4匹猫がいるんですよ。はい。うん、まあペットとかもちょっと思ったんですけど、ペットも需要はあんまりねえだろうなとか。まあ、競争は多いですよね。ですよね。ペットもそうですね、たくさんあげてますけど伸びたのはないですね、ペットまあでもやってみないとうんあと僕これ好きなのがこれなんですよこれはバズってないんですよ、はい、この人は3417人結構でも長いんですよ、この人もうんで、毎回1000くらいざっくり1500、1100まあ1000前後じゃないですか、はい、この人僕好きでこの人は確か40過ぎくらいでまあ精神的にあんまり僕と同じ感じで強くなくて、はい、仕事辞めて低コストで生活する、はい、最低限の生活コストで、うん、っていうのが続けて7年ってこの前説明で動画で説明あって YouTube の動画で食費は賄えるうんだから多分この人も結構節約はしてるんですけど多分2万くらいは多分これで稼げるんじゃないかなってざっくりですけど本当この人もああこれ説明ですかなんかこうキツのうどんを作って食べますこういうカメラを置いてこれを使いますしかも喋んないんですこの人へえひたすら
まあ、字幕でちょっと説明加えるくらいで。本当ほら醤油で。本当に日常生活を動画に面白くもな面白い動画ではない。ただ日常。むしろ誰が見るんだよこのみたいなぐらいのやつを見る人がいるってことね。そう僕は見てるんで。アニメとか見ます？あ、アニメも結構見ますね。これ日常アニメ好きなんですよ僕。日常アニメってストックなんかドラゴンボールとかワンピースがなんかいろんな、はいはいはい、何も起こらない。あのなんだろう普通のまあ普通ではないけど白熊カフェ的な感じですかね。多分それ見たことないんですけど、はい、ほっこりとする、はいはいはい、特に何かが起こるわけじゃないんだけどその人のキャラクターの世界の日常みたいなそんな感じのが好きで多分そういう人多分こういうの好きなのかもしれない。うーん、まあ、僕は早送りで見ますけど食べます食べます美味しいでいくらでしたみたいな。うーん、もうひたすらこういうの毎日1本くらいのペースのこのそうですね1日1本ですねコンスタントに上げて本当にずっと多分結構長いと思うんですよこの人、うん、1年以上1年以上やってるのずっと昔の動画もちょっとずつ多分再生されてそれがお小遣いになってるんでやっぱこれがでかいんですよね。1日1本が1円稼げてくれれば僕は十分だなっていう、うん、そしたら1年で365円、はい、365円あれば一応ギリギリの食費は賄います、ね、うん、まあ、はじゃあそれ2年続けたらまあ700円くらい、うん、3年続けたら1日1000円。1日1000円だったら1ヶ月3万なんで、うんうん、最低限の食、はい、まあ普通の食器ですね。はい。賄えちゃうですね。やらすかな。やった方がいいと思いますよ。その楽しいレベルで。結構それで多分着物の転売メルカリに転売するよりは、3年前から始めて頑張り出したのは2年前。で1年前からコンスタントにほぼ毎日みたいな毎日投稿みたいな感じですね。うん、メルカリはやっぱり。手っ取り早くお金が入るんですけどやった分しかお金入んないんで、はいはいはい、うん、大変だと思いますけどね。転売ってそんなに儲からないじゃないですかね。どうも分かんない、着物なんでちょっと分かんないですけど、あとまあ多分趣味はいいと思うんですよ、うん、あこれとこれは可愛いっていうのは、うん、合わせ、あの単品だと売れないけど合わせたら売れるとかそういうので本当に何百円みたいなのを買ってきて、はい、まあそれをセットで1000円ぐらいにしてくるとか、うん、そんなのはしてましたよね。僕今思ってたのがそのメルカリの売買利益を動画にして公開するのがすごい需要あると思いますよ。ああそうなんですか。これを売って、はいはいはい、ここをいくらで仕入れてこの組み合わせでいくらで売ってどのくらいの利益が生まれましたっていうのを動画で作る。2、3分くらい字幕でもいいし喋るでもいいし、はあはあ、楽な方でやれば僕は需要あると思います。へえ。メルカリ儲かんのかなみたいな、みたいな全然ダメじゃんみたいな儲かったら儲かったで羨ましいと思う人は見るし、はい、儲かってなかったらみたいなダメじゃんみたいなダメなのにこの人めっちゃやってんじゃん暇なのかなああそういうことか。気になるな、この人の生活気になる。別にその足がなんとかとか生活は別に言う言わないは別にどっちがいいかは知らないんですけど、僕は単純にこの人がどういう生活してんのかなって気になって見てて、ある日なんか事の事情の説明が出てああそうなんだ、そういうことかじゃあ今後も見ようかなみたいな応援も兼ねてみたいな、ちょっと応援しよう、うん、したらあこの人生活多分困ってそうだから広告全部見ようかなみたいな最後まで見ようかなみたいな多分そういう人出ると思うんですよね。うん、そういうのが結構足しになったり、普通だと1再生 0.1 円って言われてますけど、はい、多分こういう動画だと 0.1 よりも上がる可能性っていうのも多分あると思いますし、いや、うん、そういうこと分かる人って全然いないですよね、はい、いや、はい、もうそういうの聞けるっていうだけでも全然いや今回よかったわと思いますよね、
本当いいです YouTube。 うーん、チャンネル登録者数1000まで大変ですけど、多分そのやって全然本当に何回もやって再生数、本当ダメなのは再生数10とか50とかのやつをずっと上げてるのに全然何も伸びないみたいな、はい、多分その需要が完全にないので、はい、そうなったらちょっとやっぱちょっと改変というか、はい、しないと一生チャンネル登録者1000はいかないんで、ちょっとずらして改善して、ちょっとずらして改善してみたいなことをやっていけば、あ、ちょっと上がったみたいな、そうそうそう、その上がったっていうのは何かなっていうのを探すゲームなんですよ僕にとって。うん、そこを楽しめれば多分すごい伸びる、伸びますし、うん、お小遣い稼ぎにはちょうど、副業としては YouTube 最高にいい、うん、友達メルカリ探すよりも簡単だと思います。あんまり動かなくてもいいし、動かなくて、はい、結構そのなんかでうまくいく人って大体何かが不足してるんですよ。例えばちょっと変な人、はいはい、考え方が変な人とか、例えばメンタリストダイゴって言うじゃないですか、はい、あの人もうめちゃくちゃ最近知ってます？いや、テレビ出てないんですか？あ、出てないですね。あの人もネットの YouTube とニコニコ動画でめっちゃ稼いでるんですよ、はい、多分年収多くは超えてるんですよマジですか？まあ会社化してるんであれですけど、でニコニコの有料チャンネルやってて、はい、今ざっくり計算するとニコニコチャンネルって500円なんですよ、はい、でも DAIGO に入るのは350円なんですよ。でかける1、10、100、1000、万、10万に入ってるんですよ。だから月3500万なんですよ月収それだけで月収だそれだけで年間4億出るんですよそれ出るなんか出なくてもええわって話ですよね。そうそう、だからもう出ないって言ってますね、好きな番組以外は。で DAIGO って昔いじめられてて、はい、まあアスペなんですよね。うーん変なんですよ、言いたいことは全部言うし、僕もアスペキッシュなんですけど、うん、で結局、まあ、ホリエモンも変人だし、ひろゆきも変人だし、ソーマースシも変人なんですよ、うんうんうん、頭おかしいんですよ。いや、ちょっと変わったちょっとっていうか変わってる。あ、弟明さんも手足ないし、だからうまくいってる人ってなんか致命的な欠点があるんですよね。だからその逆にあんまり動けないっていうのは、はい、いいように捉えると動けないからこそ動くことを諦める、はい、動けるとあれもできる、これもできるって言ってちょっと視野が分散しちゃうんですよね。だから歩けないってことは歩けないことでできることに集中できるっていう可能性っていうのが秘めてるんですよ。だから YouTube とかブログとかは歩けなくてもここでこの場でカタ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 写真撮ったりできるんで、すごいいいなってだから僕は引きこもりとかは YouTube とかブログおすすめしてるんですよ。部屋で全部できるんで、合う合わないありますけどね、正確に合えばすごい転職みたいな可能性になる可能性は秘めて、はい、いますね。ちょっと言ってよYouTube おすすめです。その YouTube の利益とかってどういう風に入ってくるの、はい、ただ乗っけてるだけだったら、はい、どこからお金が入ってくるものなのか全然わかんない。まず例えば、はい、これ適当に押しますよね。じゃあこれソフトバンクの広告流れますよね、はいはいはい、ソフトバンクの広告はまず Google に、ソフトバンクはまあお金払って Google が入ります、はいはいはい、Google がで Google が半分持って半分は僕にくれるんですよ、テレビの CM と同じ、うんうん、なので言ってしまえばテレビ局なんですよ、はいはいはい、チャンネルってでテレビ芸能人ってめっちゃ金持ちじゃないですか、うんうん、テレビ局関係の年収高いじゃないですか、だから年収高いんですよ YouTube って。ヒカキンとかもいや頭おかしい頭おかしいぐらい買い物したりとかでテレビ局って例えば視聴率ってあるじゃないですか、はい、視聴率ってあれ正しいか分かんないですけど、大体日本の人口って 1億じゃないですか、はい、ざっくりでかける視聴率 10% だったら 0.1 じゃないですか、はい、10% は100万なんですよ、はいはいはい、100万にヒカキン100万余裕で超えてるじゃないですか視聴率 10% 超えなんですよ毎回そういう計算になるんですよ。つまりテレビ局はいろんな人材をかき集めて動画編集、カメラマン、広いスタジオ、フジテレビみたいな建物全部合わせてやっと100万人を見てもらえるコンテンツが 10% で得られるのに、ヒカキンを嫌でどうもってやってるだけで100万人見られるんですよだから本来はテレビ局が全員が分散、はい、この人が給料給料給料って渡すやつを Google とヒカキン Google とヒカキンの折半で終わるんですよ。
だから利益率えぐいんですよ、YouTube、はい、それが YouTube が儲かる仕組みなんで、 YouTube の底辺でも僕って3万なんで底辺なんですよね、全体的に言えば。でも生活できちゃう、 っていうのは利益率がえぐいから、えぐいから、はい、なんですよ。だから僕はまあ正直あのチャンネル登録者数1万くらいいれば、はい、普通の生活が毎日投稿してれば、1万で例えば月1回しか投稿しなかったらちょっと厳しいですけど、毎日投稿すればチャンネル登録者数1万でも全然いけるらい生活、大学初任給くらいいけるんじゃないかマジっすかいやまあ動画の内容にもよりますよ、はい、でまあチャンネル登録者数1000でまあ毎回1000、3000くらいいけばお小遣い2、3万くらいはうん、いくかなみたいな。テレビと違う、テレビは全部生放送、まあリアルタイム放送、過去の放送見れないですけど、YouTube 過去の放送見れるんで、勝手に何もしなくても、今日僕は10日投稿してないですけど、それでも。今日見てる人は見てる人は見るので。見てたので。そういう方のおかげで。うん、だからシステム、まあ本当にコスパ最高のシステムなんですよ。うん、なんか姉ちゃん、姉ちゃんにネタを提供してるのがしたら、姉ちゃんにやらそう。チームでやってもいいと思いますよ、ね。うん、姉と、はい。スマホでできちゃうんで、編集。まあでも、まあ、最初は継続する必要がありますね。うん、そこが、皆さんやめる。そうですよね。うん、継続しないからなんですよね。まあ、今、普通の仕事って、まあ継続しなくてもお金もらえるのが普通じゃないですか。うん、それになれると、半年頑張っても、結果が出ない。っていうのが。普通に起こり得るんで、難しいっちゃ難しいですけど、うん、やる価値はあるかなって。もう勝嶋さんの動画で、はい、あの収入公開してるやつあったじゃないですか、はい、あれとかも見てて、1年ぐらいでプログ始めて、1年ぐらいでいくらなったかな、うん、まあ20万くらいですね、なってましたよね、うん、ああすごいなと思ってたんですけど、そんなにネタねえぞって思っちゃうんですよ。ネタありますよ。いや、この部屋、ネタだらけだと思いますけどね、正直。マジっすか？いや、平均の家の数十倍かっこいい部屋ですよ、これ。本当に。けど、友達とか、誰かから言ったら、おしゃれな家だねとか言ってくれるんですけど、はいはい、金かかってないんですよ、この家。いや、でもそれすごいですよ。自然っぽいもの多いですよね。いや、それこそ、まあ、釣ったものもありますし、はい、僕、ほとんどリサイクルショップとか見つけるんですよ。うん、ね。他の人しないんだろうねっていう姉友の話し合いになってたんですけど、例えばこういうものを見つけて、はい、それリサイクルショップなんですか？これリサイクルショップではなかったんですけど、こういうものを見つけた時に、あああそこのあそこに置いたりとかしたらあのコントラストが可愛いよねとか、そういうふうに自然と僕も姉も発想が出るんですけど、他の人にこれをとかそういったものを、これ何なんですか？これもともとは小物入れかなんかなんですよ、はい、要は、あ、はいはいはい、だから僕このサイズ感なんか皿とか入れたら灰皿になるなとか、ぴったりなのはたまたまですか？探してみたいな、探したらちょっと若干ちっちゃかったんですよ穴が、はい、なんでこれちょっとサンドペーパーとかそういったもので削って、はいはい、そうすれば灰皿にして、まあテーブルも木なので、はい、合うなとか、これ絶対伸びますよ。そういうのは想像以上に世の中っておしゃれな人少ないんで、そうなんですかね、うん、さらに YouTube やってる人は、はい、そのファッションとか髪型とかは結構いると思うんですけど、はいはいはい、部屋のおしゃれ系は多分そんなに僕見た検索してないっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、あんまり需要はあると思います。でも需要が、いやこれは需要ありますよ、部屋紹介で。このソファーとかなんですけど、はいはい、これフルオーダーのソファーなんですよ。え、注文したんですか？僕じゃないんですよ、ね、けど、はい、フルオーダーのソファーで、はい、あの値段調べたら80万ぐらいするんですよ、ね、はい、それをリサイクルショップで見つけて、はい、で、これ、いくらですか？ 10何万だったんですかね、はい、10何万でリサイクルショップで見つけて、で、他のものも一緒に買うからっつって、はい、安くさせたんですよ、ね、はい、もう一目惚れだったんですけど、はい、こういうものを探すこともしないじゃないですか、はい、普通しないです、一般の人は、はい、いやそれ需要ありますよ、めちゃくちゃ需要ありますよ、しかも、はい、それすごいのが
時代遅れにならないんですよ、その情報。インテリアっていつまでも生き続けるじゃないですか。あスマホだったらもうあと 2,3 年経ったらポコフォンって言ってもう絶対に検索されないんですよ。あ今はだからポコフォンで検索してきてくれますけど、あもうずっとは続かない。スマホって次々に新しいの出るから、古いのなんて iPad でも検索されない古いの。うんこれは永遠と検索されるコンテンツなんですよ。なるほど。これすごいですよ。で、僕これ儲かるなと思ってもできないんですよ。興味ないんで。いや、すごいなと思って、お願いはしたいけど、自分でやるほどでもないな、みたいな。あやっぱ趣味ってなっちゃうと、続かないじゃないですか。好きなことじゃないと。で、これが好きっていう時点でもう才能、それで才能なんで、努力しなくてもできることっていうのが才能なんで、もう YouTube コンテンツとしてはもう間違いなく。ヒットコンテンツですよ、これは。まず部屋の紹介して、部屋の構造もまずネタだらけですよね。こんな部屋の構造。あんまりないですよね、この構造は。それだけでも、部屋紹介って結構、需要あるんですよ。へー。あんまり、まあ、紹介しないじゃないですか。自分の部屋を紹介するって恥ずかしいとか、はい、プライバシーなんで。それを紹介するだけでも需要ありますし。なかなか面白いのが、この上上がって、はい、こっち側に扉ついてるんですよね。じゃあ僕がそのネタをもらって、僕が儲かるっていう。じゃあ、ネラをちょっと紹介してもらう。いや、これ、かっこいいですもん。だってこの構造。え、すごい。パニックルームですか、これ。で、もうまあ、物置にはしてるんですけど、はい。こういうふうに。あ、めっちゃ広くないですか。すごい。これはすごいですね。まあ、僕のものだけじゃなくて、姉と母親のいらねえものとか、はい、今すぐには使わないものとか、こっそりあるんですけど。これもともとここも使える契約の場所なんですか、はい、です。すごいな。しかもこれのロフトからの眺めがすごいですね。いやー、これは、ちょっとじゃあ他の部屋も見せれる範囲でいいですか、ご紹介していただいて。ベッドは、あんまりないと思います。はい、わ、おしゃれですね、これも。竹のフレーム。そうですね。これ本物ですか？竹です。すごい。おー、なるほど。ベッドルーム。これ、うん、動画見せちゃっていいんですか？大丈夫だと思います。あ、上もロフトすごいですね。おしゃれな部屋ですね、これ。すごい。ちなみに、家賃とか聞いても大丈夫だったりします？いくらなんですか？ここ4万2000円なんです。安いですね。しかも多分これ言ったらもっとびっくりすると思うんですけど、はい、大家さん持ちで Wi-Fi 無料です。いやー、すごい。これ紙物件ですね。なかなかないですよね。いや、これはすごいですよ。この広さで。面白いですよね。はい。ライティングが、亀とトカゲの。これおしゃれの鉄板ですよね、間接照明。すごいなー。これ、しかもテレビの裏も光ってるんですね。そうですね。全部。もう一回つけてもらって。テレビの後ろにくっついてるんですよね、LED が。はい、なるほど。いや、これは、才能ですよ。このシーリングファンっていうのがいいんですよ。はい。こっちは自分でつけたの。つけれるもんなんですか、これ。電気工事とか必要なんじゃないですか。いらないです。それこそ、和弘さんのにあった、口あるじゃないですか。ライト、シーリングつけたっていう。ああ、はい。あれさえあれば。ああ、こんなのにも応用できるんですね。なるほど。何がいいって、はい。暖房効率上がるんですよ。あ、そうなんですか？暖かいものって上に行くじゃないですか。はい、で、循環させるんで、うん、暖房効率がすごい良くなるんで。はい。へえ。なかなかいいです。いや、これは紹介して、動画の説明欄に購入先のリンクを貼らないと。したらこれいくらしたんですか？これ1万4000円ぐらいじゃないかな。もしかしたらヒットしたら賄えるかもしれない。いやでもやった方がいいと思いますよ、これは。1日1個どれか順番に。すごいネタの宝庫ですよ、これは。これこそ。結構友達とかは来られるんですか、家に？まあ、ちょこっと。じゃあその様子一緒に撮影しても多分会話とかを面白いと思いますよ。そんなもんでいいのかなっていう感じになっちゃうんですよ。いや全然どころか、むしろ企画としては十分すぎる。そうなんだ。ですよ。
こういう流木とかも拾ってくるんですか？この流木は、買ったんですよね。ああ、はいはい。これ、ヤフーオークションで1000円で見つけて、はい、なかなかこの長さの流木って売ってないんですよ。ああ、はい。これ、買ってもでも配送料とか結構。いや、配送料の方が高かったです。そうですよね。配送料で5000円取られました。いやでも、この流木に1000円と配送料5000円を出せるってこと自体が、才能ですよ。いや、その、配送料5000円は想定外です。あ、そうですよ。あ、そうですよ。着払いでってなってたんで。あー、なるほど。ちょっと高いな。あ、高いな。思ったより高いな。まあけど、流木屋さんっていうのがあるんですよ。あ、そうなんですか。高いんですよね。流木って海行けば落ちてますけどね。って思っちゃう。そうですよね。はい、で、流木って、ま、海にあるものをそのまま使うと匂いとか出ちゃうんですよ。なんか匂い処理がアク抜きとか。アク抜きとかそういったものがあるんで。これでもアク抜き厳しいですね、普通の家だと。いや、ほんとそうなんですよ。ほんと買わないと。よくでも逆に1000円で売りましたね。売る方も大したり多分労力の方が一番儲かってるのが配送屋さんっていう海のとかだと潮風とかそういったところになるじゃないですか、はい、本当旭川とかに持ってきて、はい、さらしとければアク抜きになるんですよ、はい、あ、そうなんですか。何年っていうあなっちゃうんですけど、はい、じゃあそれをやってる業者っていうのがあるんですよね、うん、で本当のその流木をそういう風にして売ってる人って高いんですよね。メルカリでもいますよね、流木。ああ、いますね。僕も地元が海近いんで、はい、母親にメルカリやってるから流木売ればみたいな、うん、試しにじゃあ流木拾ってこようってなって拾ってきて売ろうと思ったらもう売れないですよね、うん、他のもっと品質が良、はいはい、くて安い業者というか個人の人がいて、うん、なかなか倍の大きさぐらいでここ700円とか。ああ、はいはい。でこのサイズになると本当ないんですよ。利益が出ないんですかね、うん、やっぱ大型の流木、あ、まあこれは売れてるけど1万8000円でこれよりは全然これの半分ぐらいだと思うんですよね、うん、でもこんな売れるんですね、このサイズ。売ろうかな、拾ってきてコスパ最強ですよ。はい。ホテルのオブジェだったのが、はい、捨てられたんですよ。はい、捨てられたって、ああ、はいはいはい。で仕事絡みで、はい、わーっと思って、僕こういうのが好きなので、そこをいただいてこれを。これはじゃあでも高そうですね。いや多分相当。ホテルのオブジェだったら別に拾ってきたものってわけでもないでしょうしね。もともと買ったたんでしょうけど、はい、でも買った時は高かったんだろうなっていう感じですね。いや、そういうでもいきさつとか、うん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 、トークはいいと思いますけど、なるのかな、お小遣いに。まあちょっと一人で喋ることになるんで、ちょっとそこは慣れが必要だと思いますけど、この辺は適当に他の YouTuber 参考に一人ごとしゃ結構一人ごと喋る天人が YouTube、はい、得意というか、いうか、うん、受けるというか、受けるというか、うん、もともと人生を通して練習してきた特技なんで。なるほど。だから独り言、うん、そういう人はうまくいってたりしますね。だからこの流木のとかインテリアとかも別に努力してやったわけじゃないじゃないですか。好きだからやってる。そうですね、好きでやってそれを武器にするっていうのが一番強いかもしれないです、うん、絶対勝てないですね。金目的で教えなろうってやってる人は絶対勝てない、はい、絶対に辛くなってくるから。ひろゆき好きなんですけど、はい、西村ひろゆきって知ってます？2チャンネル作ったの。ああ、よくホリエモンと一緒に出てくる、はい、言うじゃないですか、はい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 、あの人 YouTube やっててよく聞くんですけど、頭いいんですけど、まあ、その人も万長者じゃないですけど、はいはいはい、よく質問でどうやったら、まあ、うまくいきますかみたいな、どうやったら稼げますかみたいなあるんですけど、でも結局好きなことをやらないと稼ごうとしている人は好きなことをやってる人にかなわないよみたいな。うん、まあ、みんな言ってるんですけどね。好きなことやってる人には別にその人儲けるつもりがなくてやってる、うん、で儲け度外してひたすらやり続けるんですよ。言うなれば好きでブラック残業無給でやり続けるから絶対かなわないんですよね。うんうんうん、
そこにかける作業量時間が違うんで、しかも好きだからどんどん上達していくし、いやいやじゃないから成長が早いし、そこにも投資できるし、好きだから、趣味だから、だから結局今ゲーム実況でうまくいってる人もゲーム好きだから、そうですね、それと同じで、インテリア系も多分ゲーム好きな人と比べると多分少ないと思うんで、競争率は低いと思いますよ。やっぱそれなりにゲームと比べると値段もかかりますし、スペースも必要ですし、子供はできないし、そもそもおしゃれセンスっていうもともと兼ね備えたとかもありますし、これはいいと思いますよ。本当にすごい。でお小遣いになればまた買う資金になりますし、そうですね、植物増やしたいですよ。現在の仕事を抜く可能性も全然ありますし、正直普通に抜けると思いますよ。1年で抜けると思います、ガチであれば。今の仕事は抜ける知らないですけど、いや全然少ない、もともと今の仕事になってから1年ちょっとぐらいなんですよね、はい、でその前の時が、はい、日に14時間ぐらい毎日働いて、最長で90連勤とか、そんなんやって手取りで23とかかな、きついっすね。結構でもそういう仕事やってる人多いじゃないですか、案外そういう人を全員辞めて。楽しいのはいいんですけど、多分楽しくないと思う。楽しくなかったですね。だからそれやめて、YouTube、生活保護もらいながら、YouTube やるのがコスパ最高だと僕は思ってます。まあ、この生活保護はちょっと気が、ちょっとなんとも言えないから、僕は実家帰って、YouTube やるのが最強だと思います。人生設計においてコスパ最強。今、これ仕事をやりながらこれできてるんで、別に仕事やる必要はないと思いますし。その90連勤だとかなんだかんだやってる時もこういうことはやってたんだ。ただそのまあテレビ見てぼーっとしてる時間をちょっとカットして、その時間を動画編集にちょっと適当にカット喋って、じゃあ今日は撮影する日みたいな、今日は撮影だけしよう、じゃあ明日は編集の日にしようみたいな、でまあ適当にスノモでカットして、言い間違えたところはカットして、適当な BGM、 ちょっと BGM 結構ちっちゃめの方が、結構 BGM 多くめの初心者が多いんで、BGM は小さめで設定してやれば、最近本当に編集って無駄だなって最近思ってきたんですよ。昔の方が編集頑張ってたんですよ。リークカズの方は本当にめちゃくちゃ編集5時間とかやったんですよ、1本の動画に。今はもうその半分くらい落としてるんですけど、でも結局そのピコンみたいな動きのある編集とか、なんかすごいかっこいいおしゃれな画面の切り替えみたいな、誰も見てねえやみたいな、そんな自分中はあんまりいいよみたいな自己満なんですよね。だからまあ本当にカットして、不要な部分をカットして、飽きない程度の内容にまとめて、まあ BGM も正直今いらないかなみたいな思ってきて、 BGM いるんだろうかいらないのかだろうかみたいな、今はそこはそこの僕はギークインボックスのスマホの系は BGM はまあお決まりの載せてるんですけど、ギークカズの方は BGM なしでもいいんじゃねえかと、もう試験的にやってるんですよ。あその辺を数字をチェックして、これは伸びたがこれはダメだったみたいな、ちょっとまあ自分のチャンネルの中でいろんなことを組み替えてやってる感じですね。研究してる。これは重要だと思います。ここ調べたりはします、 YouTube でこういうおしゃれ系なインテリア系みたいな。見たりとかもするんですけど、はい、固定のでかいチャンネルとかあります？いや、ないっすね。ないっすか？じゃあいけますよ。僕の中華スマホもでかいのないんで、僕なんで、僕レベルなんで。中華スマホも結構やってる人いないですか？いるんですけど、でかいチャンネルはないんですよ。あ海外はあるんですよね。日本はないんですよ。多分、法的なそこがネックでうまくいけてないというか。ブログはあるんですけど、ね、YouTube はないんですよ。だからそこは僕が付け入れたところなんですよ。僕、ブログは別に全然ではないですけど、僕よりも上の人がワンサカいるんですけど、YouTube で僕より上の人は、多分あんまり中華スマホ。中華スマホで、ね、まあいるのはいるんですけど、はい、あんまり数を上げてないというか。ちょうど穴場というか、インテリア系のおしゃれ YouTuber、女性が多いのかな。そうですね。とか、まあ、もともと有名な人がちょっとやってるみたいな一環として、需要ありますよ。最近僕リフォームのチャンネルとかも探してて、1ヶ月前まだチャンネル1000くらいあったのが、今ちょっと見たら1万超えだったんですよね。おしゃれなリフォーム DIY 系の、 DIY っつってもうそこまでがっちりしたもんじゃなくて、あんまでも別に DIY 進めてるって感じじゃなくて、別にそういう人もいますよっていう、
今言ったのが、僕言ったチャンネルがこれなんです。DIY マガジンって言って、2ヶ月くらい前かな、見た時はまだ1000くらいだったんですよ。チャンネル登録者数。これ1万3000ない。もう1ヶ月で1万くらい伸びてるんですよ。これ何してるかっていうと、まあ古い家をおしゃれに、日本史で僕の最大限、一番苦手としてる古民家みたいな、古民家ほどではないけど、古い。もうそうやっていじったりとかするのも結構好きなので、はい、それでその中華スマホのやつで知ったカズさんが、はい、ああいうことをやり始めて、はい、さらにカズさんの動画見るの多くなりましたので、まあ、服装も結構おしゃれな人で、すごい作業が丁寧で説明もしっかりしてて、すごいなって、豆だなみたいな。作業内容を見てると、まあ、素人なんですよ、うんうんうん。プロではないんですけど、センスが。まあ、ここはでも基礎だから、そんなセンスとかじゃないんですけど、まあ、こういうよくある昔ながらの家電、こういう家なんですけど、これが、ちょっとずつ。最終的にこうなるみたいな。庭の桜の木がおしゃれだから、それを使って、で、おしゃれみたいな。これで、これ6400か。まあ、でも十分。まあ、そのまたちょっとずつ伸びていく感じ、はい、そうですね、この人が伸び、これですね、これ36万再生、多分これで一気に伸びたんですね。さっきの総集編かな、多分毎回ちょっとずつ上げていったのを多分まとめたやつですね。いやー、これもったいないことしたかもしれないな。いや、僕の先輩もこういうことをしてたんですね、はいはい、で全然素人なんですよ、失敗して。この人、もともとは、もともとは大工仕事してた人なんですよ。ああ、それ、今、大工仕事するより、その技術を持った人が、動画作った方が儲かる時代ですからね。もともとちょっとやった人で、はい、で、今は辞めて、はい、で、嫁さんが看護婦なんですよね。はい、で、ちょっと田舎の方に、農家やってた人が、はい、どれぐらいなの、それこそ普通に古い家なんですけど、買って、うん、で、まあ自分の技術生かして、はい、きれいにしてって言って、で、部屋の中に薪ストーブやら、なんやらかんやらつけたりとかして、うん、すげえおしゃれなんですよね、はいはい。それとかも動画にしてたら、結構な額になってたかもしれないっていうことですよね。結構昔、最近なんですか、3年ぐらい前ですか、ね、じゃあちょうどやってたら大物 YouTuber になってた可能性があるっていう、ね、ありますね。この人より早いですよね。全然早いですし、多分この人よりもめちゃくちゃ綺麗に作れますよ。いや、その写真ないかな、吉田さんのやつ。本当やってることはシンプルで、家を改装しておしゃれっぽいものを配置して感じなんですよね。これもなんか隙間を埋めてるんですけど、結構ミスって、この人結構ミスって、すごいデコボコがだらけなんですよね。なんか普通は白の軽装土っぽいので、はい、縦で漆喰みたいなやつですね、埋めるんですけど、なんか調子乗ってアーススタックみたいな、なんかおしゃれなやつでやってるんですよ。普通使わないような。その結果すごい固まるスピードも速くて、固まった時がめっちゃ硬くて削るのが大変っていう、前回動画が言ったんですけど、それスキップしてますね、完全にカットする。ドヤ顔でうまくいったように見せてます。そんなのいいんだ。まあ、でも見てる人は大抵素人ですからね。あ、かっこいいみたいな、おしゃれみたいな。それで逆におしゃれみたいな思う人もいるんだろう、うん、そうですね、多分プロは多分あれ使わないと思うんですよ、ね、うん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 、見えないところもおしゃれみたいな。やっぱり違うなみたいな。この人はやっぱ違う、センスがあるみたいな。その人、その家のやつ、はい、僕の知り合いの人なんですが、家のやつを Facebook にはちょろっと上げたりとかしてたんですよ。ああ、そうなんですか。 Facebook お金なんないですよね。そうですよね。それをちょっと編集して、はい、YouTube に上げてたら結構なことになってたかもしれないっていうことですよね。そうですね。あんまり専門的な知識はないんですよ。これ防音材としてグラスウールを、まあ、木と間に詰めてるんですけど、はい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 、グラスウールは防音材じゃないんですよね。うん、まあ吸音材なんですよ。でももうドヤ顔で防音材これで防音バッチリみたいな動画作ってるんですよね。バッチリじゃないんですよ。吸音材なんで
防音材は別に しないと、音ってただ単にちょっと吸収されるだけで音は隣の部屋に行っちゃうんですよね。これ隣の部屋の近隣の音をマンションに隣の部屋に音が行かないためにこれをするみたいな言ってるんですけど、防音材ってスタイルフォームとか、いやスタイルフォームじゃないな、硬い石膏ボード、石膏ボードとかゴムとか振動しない硬いものじゃないと防音材にならないですけど、この人はって言ってグラスウールを処置してるんで、まあ知識は多分ない、ない僕よりないんです、ちげえぞとでも78グッドの3バットなんですよ。つまりおしゃれだったら何でも OK っていうそこまでそこを求めてるわけじゃないんです、見てる人は本当にその術はどういう風にしたらいいかっていう人だったら、はい、こういうのじゃなくてもっとちゃんとした専門的な人のやつを 見ますもんね、はい、だから、まあ、YouTube でならこれで十分なんですよ。だからそこまでいや僕はあんま知識がないし専門知識はないし、輸出は正直ないですよ、ね、見てる人が何を求めてるかなんですよね。やった方がいいですよ思ってる以上に伸びちゃうかもしれない。その世間、自分が思ってることと世間が求めてることってずれてるんで、もちろん伸びないかもしれないけど伸びる可能性は十分あるなって僕は思いますよ。これ、そうか、 YouTuber 顔出しで顔出しは恥ずかしいな旭川初の大物 YouTuber に周りにいないですね。いないですね。いないの、いないってことはチャンスってことなんですよ一応ビジネス上はですよ、ね、おすすめですよ。そっか、音色より稼げるようになるかないや全然可能性はあります。全然ゲーム実況はちょっと厳しいですけど、部屋紹介はやっぱゲーム実況とかなんか紹介ってなるとネタが尽きないんですけど、部屋紹介って限られてるじゃないですか、うんうんうん、ヒカキンでさえ1回しか一部屋につき1回しか紹介できないんであの人買ってきたもの結構配置変えたりとかしてる、まあまあ、後ろやってるじゃないですかでも部屋紹介ってなると1人やっぱせいぜい1回じゃないですか、何回も何回も部屋紹介できないんで、別にそう頻繁に部屋変わるわけじゃないし、だから部屋紹介自体に需要があるんですよ。僕も部屋紹介したことありますけど、やっぱり再生数は多めですよ。確か部屋紹介の動画じゃないですけど、部屋を引っ越したりとかするときに、はい、内見の動画とかあるじゃないですか。ん、不動産会社の内見の動画とか、はい、 あ、 はい、あれはかなり見ちゃいましたね。そんな感覚なんですかね。多分それに近いと思いますよ。でここなんていうんですかね、あ、ここにこれを置けたらいいなとか、そんなんで、まあ、まあ自分の部屋じゃないんで、またちょっとまたもしかしたら違うかもしれないですけど、でも他人の部屋って気になりません他人の部屋ってちょっと気になる、気になるっていう感情はあると思いますよ。まあ確かに思ったほどおしゃれにしてる人はいないかなっていうのはありますよ、はい、もう別にさっきのやつと同じでプロじゃなくても普通よりも上だったらそれで YouTuber としては成り立つんで、さすがに普通より下だったら何あれってなっちゃう誰も見ないかもしれないけど、けど逆にバズって、逆に、まあ、逆に下すぎるとそれはそれであのおじさんみたいな感じで普通が一番伸びないですね。やっぱ 上か下か下すぎるかはいいと思いますよ。そっか、部屋紹介か。回数、はい、物をあげる1回しただけじゃないですか、部屋の紹介って。まああとは部屋模様替えしたとか、まあでも1回でいいんじゃないですか1回で大丈夫なんですかねいやまあでも何回もしていいと思いますよ。それだったら、はい、なんかこういう小物をこうしました的な動画の方がいいのかなとか、もう全部部屋紹介もして小物紹介もして別に思いつくもの全部やればいいんですよ。でこういうものをとりあえず既製品に買っておくは来てるんですけど、はい、あのコードとかあるじゃないですか、はい、あのコードってこうは、はい、既製品だと普通にこういうものがダラーンと見えててあんまりかっこよくないなって思ったら、はいはい、あの麻紐を買ってきて巻いてるんですよ。普通しませんもん、そんな。いや、してる人見たことないんですけど。だからそれだけでも、まあ、その辺だとやったら、最近再生数稼げるのかなって今思ったりとか。で大体、いいなと思ってやらない人がほとんどなんで、その例えばまあ動画にしても、あ、その手があったかと思って、今度じゃあそういうの買ったらやろうと思って買わなかったり、そもそも、あ、でもやっぱめんどくさいからそのままでいいやんって。やっぱ案外そういったまめなことみんなしないんで、してる人はそれはそれだけで普通よりも
上に行けますよ。まあ、これ巻くだけで1個1時間ぐらいかかりますからね。ああ、そんな感じですか。はい、あの、なんていうんですかね、細いですもんね、麻紐って。麻紐って細くて、はい、で、長いじゃないですか、はい、それをこう巻いていくと、こっちがぐるん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 してきて、あ、そっか、もう無駄な、何回も何回もいけないんですよ。そうですね、それを工夫するのに、はい、あの麻紐の先端をこっちの下に垂らして上でやってみたりとか、あそうするとこっちで勝手にくる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 してくれるんで、ダマにならなかったりとか、話のネタとしてもいいんじゃないですか。使える感じですか、はい、やっぱりその YouTube のいいところはチャンネル登録システムっていうのが、はい、あのブログってないんですよね。ブログ購読ってやっぱ専用のアプリをダウンロードして、はい、自分でやるしかないみたいな、うんうん、ブログ自体にポチッと押せばみたいな機能はないんで、 YouTube ってやっぱ固定客がつきやすいんですよ。うん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 、だからそのちょっとやっぱチャンネル登録者数が増えると、ある程度もっとすごい人がいたとしても、その人よりもチャンネル登録者数が多い人の方が再生数が伸びやすいっていうのがあるんで、コンスタントに毎日毎日やるのは伸びる秘訣。あと YouTube が頻繁に投稿してる人の方が検索結果に上位になりやすいっていうのがあったりするんですよ。ネタは尽きないんで。あるね、似たようなこともやつに出てきたりとかありますよね。そうですね、最初は多分編集っていうのが大変だったり、はい、まあ、はいはいはい、もうこれは好みな褒めというか特性だったりするんで、好きだったりやればちょっと難しいなと思ったら無編集で、ちょっとまあ大体こんな流れで話そうかなみたいな決めて無編集でやってみるっていうのも全然スタートとしては最初から完璧にはなれないんで、はい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 、ステップ踏んでやるのは飽きづらいとか挫折しづらい。もう結構影響されやすい方なので、はい、そういうことを聞いて、おっしゃ、ちょっとやってみるかなっていう。やった方が絶対やった方がいいですよ、これは絶対やった方がいいです。ほぼほぼ物、はい、買ってきてるものなんて2000円とか3000円までいくかなっていうのばっかりですもんね、はい、うん、いいと思います。多分その再生数伸びなくても続けるのがコツですね、はいはい、多分再生数伸びないとやる意味ないじゃんって思っちゃうんですけど、まあ、みんな最初そうなんで。そうですよね、はい、ちょっと頑張ってみようかな。